シュトイベンはドイツの客船。1945年2月10日、ハンニバル作戦中にソ連の潜水艦 S-13 の雷撃により沈没し、約4000人が死亡した。1939年、シュトイベンはドイツ海軍に編入され、宿泊艦として運用された。1944年からは武装輸送船として運用された。ドイツ兵を バルト海東部の港へ輸送し、その後負傷兵をキールへ輸送した。1945年1月初めまでに、カールデーニッツ海軍元水はドイツは、もうすぐ敗北すると悟った。1945年1月23日、暗号文を送信し、潜水艦乗り組員をバルト海沿岸のゴーテンハーフェンから西ドイツへ、避難させるよう命じた。当時、潜水艦乗り組は、 バルト海の港湾に停泊していた船で訓練、生活を行っていた。1945年冬、ソ連がバルト三国と東プロイセンに進行する前に、東プロイセンの難民がケイニヒスベルクを離れて、西に向かった。多くの難民がバルト海沿岸のピラウの港湾に避難し、船で比較的安全な西ドイツへ向かうことを望んだ。その船団の中に、 シ都トイベンもあった。1945年2月9日、シ都トイベンは、ダンツヒワンのピラウを出港、スビーネビュンデへ向かった。4267人が乗船しており、うち2800人は負傷したドイツ兵、800人は民間人、100人は機関兵、270人は海軍の医療関係者、12人はピラウで乗船した看護師。 64人は、校車砲の捜査員、61人は、海軍軍人や通信士、信号手、機械捜査員、管理者ら、160人は、小船隊の乗員であった。真夜中を過ぎた頃、ソ連の潜水艦 s 13が発射した日本の魚雷が命中し、首都イベンの生存者によれば、約20分以内に沈没した。3000人から4000人が死亡した。 シュトイベンの生存者のうち約300人は水雷艇 T-196 に救助され、ポメラニアのコルベルクに到着した。シュトイベンのエンジンテレグラフとダイバー2004年5月、ポーランド海軍の水路測量船による調査で残骸が発見された。2005年のナショナルジオグラフィックの記事で写真や画像が公表された。シュトイベンの残骸は左限を底にして、 水深約70メートルに沈んでおり、船体は最長で50メートルあった。残骸はほぼ無傷であった。ありがとうございます。